フジマランドでーす。今日なんですけれども、はい、奈良バーバンにどうしようかな。なんだよ。いつもそういうことすると怒るくせに、私のこと考えてからやれみたいに言うのに考えてないじゃん。どうしよう。フジワランドでーす。最初からなんで。さあ、今日なんですけれども、はい、今日は藤原家に伝わる銀紙ご飯を嫁ランドに伝授してもらいたいと思いまーす。ということで、おそらくほぼ声だけの出演にはなりますが、はい、奈良バーバからレシピを、教えていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。ねえねえ、みんなさ、うん、生配信でさ、うん、銀紙ご飯美味しくなさそうみたいなさ。そうなんです。銀紙ご飯っていうネーミングセンス最悪ですよね。本当はそういう名前じゃない。どうしてあれが銀紙ご飯っていうね。まあまあ、銀紙確かに出てくるんですけど、うん、もっと他あるだろうっていうようなやつなんですけど。だってお母さんのレシピ、はい、お母さんがメモしてあるレシピにはちゃんと、うん、そう、今のところ編集さん隠してください。それオチなので。そうだよ、ごめん。銀紙ご飯をごめんという知らないから。だってパパがどんな風にしたいか、ごめんね。ということで、ごめんね。奈良ばあばにレシピを教わりながら銀紙ご飯とやらを作っていきたいと思います。よろしくお願いいたしま す。ごめんなさいね、編集さん、いつもいつも。まずは何をするんですか。まずはお野菜を刻みます。はい、刻まないと。何を刻みましょう。エビと、これは1個ずつ、タケノコ、うん、それから干し椎茸、はい、どのように刻みましょうか。1センチ角切りって書いてある。1センチ角切り、うん、これはもう子供の頃からよく出てたわ。最初ってこれ何で知った。お母さんも友達に教えてもらった。それで銀紙ご飯っていう名前になって。あ、銀紙ご飯って言うて教わったの。そうそうそう。あ、じゃあこんなこと言うじゃないけど、そちらのお宅がちょっと変わってらっしゃったのかな。別に変わってはないけど。タケノコは1センチ角、まあ食べやすい、まあ、はい、ご飯に混ぜて食べやすいサイズに切るらしいので、うんうんうん、こんな感じで良いのかな。ちょっと大きいか。これ何歳ぐらいから食べてるやろ。幼稚園ぐらいから食べてるんちゃう。幼稚園、うん、今のチビランドぐらいから。うん、チビランドも食べるかもね。食べると思うで、うん、相当やな。結婚する前遊びに来させてもらった時にも作っていただきましたもん。その時も銀紙ご飯やった。言うてた。なんて思った。ね、最初え銀紙食べさせられるのかなと思った。思わなかったよ。きっと銀紙で包んであるのだろうと思った。でも味の想像つかなかった。包んでるにしても何を包んでんのかなって。そうそうそう、何味のご飯だろうみたいなのを。はい、タケノコできました。じゃあこれちょっとボウルに入れていきましょうか。で、エビを、はい、あの4等分ぐらい。はい。奈良バーバがまあ声だけやけども、うん、こうやって撮影にいてんの、うん、親子漫才以来。親子漫才以来やな。いや、あれはお母さんに偉いことさせてしまったよ。あれ何年前や。いや、あれできるのすごいですよお母さん。あれ、私あれ、あの夫婦でやってくださいって言われても絶対 NG 出します。下手したら10年ぐらい経ってるか。だって私知らないの。そうか、うん、あ、もうじゃあ9年は経ってるな。私は VTR を見ただけで。そうかそうか、はいはい、電話でネタ合わせして。いや、できないよあれは。もう息子への深い愛でしかないわ。そうそうそうって言ってる。緊張から一気に安堵へなって、うん、体調おかしなって医務室行ったよな、うんうん。あれはもう妻を断ってもよろしいですか。あれもしあっても できないですよあれは。妻はあれやろ、もしかしたらそのうちピンネタで出番くる。無理です。パパが書いたやつで。そう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 、無理です無理です。
あ、もしやこれ、お母さんこれ背わた取った方がいいですね。あ、背わた取って、ごめん。あ、しくった。気づけばよかった。刻んでもうた。お母さん、椎茸はどうや、どうします。椎茸は、はい、1センチの角切り。あ、はい。ちょっと小さめの方がいいかも。数が足らんかもしれない。はい。チビランドさん、深いダメ息。ほやや、ほや、言うてんな。違うの、あくびなの。あくびなのね。あくびなのね。あと、豚肉。豚肉も持ってきた。はい。同じようなサイズで、うん、どうせ混ぜるしと思って、うん、まな板も拭いて続いて、うん、はい、豚肉、たけのこ、しいたけを炒め、エビも炒めてね、はい、お皿に出す。私自分の母親にもこんな風に教えてもらったことないかも。料理、うん、今度教えてもらいに行こうよ。やだよ、実家移さないで。いや、うち来ていただいて。じゃあ奈良に、あ、それは喜ぶ。いや、奈良に作ってマンション。あ、もうそんな、奈良まで来てくれはんのやったら、もうバーバー料理対決とって。面白そう。面白そう。はい、豚肉とエビ、すでに美味しそう。もう具材はもうめっちゃ中華な感じよね。ねえ、これあんかけにしても美味しそうな感じの具材。ここに下味はつけへんのかな。下味つけない。つけない。はい。エビと豚肉に火が通る。大体火が通ってれば。こんなもんかな。はい。はい。ならばが、はい、できたよ。はい。そしたらそのお皿でいいの。はい、これちょっと汁とか入ってますけど、このままで。あ、そのまま。はい。そっか、この汁が美味しいんだ。うん。OK。うわ、いい香り。いい香り。はい、じゃあ次は。はい。スープを作ります。はい。スープを作る。スープ。はい。うん、スープ2カップ。何それ。スープ2カップ。うん。なんか何それとか言っちゃった。これ。スープ2カップ。ああ、はい、鶏ガラね。鶏ガラスープ。スープ作ります。スープ2カップだね。スープ完成して持ってる。お母さんめっちゃ笑ってる。え、これ2カップってことは、あ、水2カップ、ガラスープ大さじ1ですね、うん、はい、お酒大さじ2、はい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 、お醤油も大さじ2。はい、でした。どうした、チビランド。はい、今お醤油入れた。はい、入れました。お砂糖小さじ1分の1。はい、お塩も一緒。はい、お母さんも藤原ランドを見てくれて、きび砂糖に変えたって言ってくれました。俺にも言ってた。いつだ。嬉しい。うん、小さじ半分とお塩も、小さじ塩もで、よく混ぜておいてください。はい、うん、出る。はい、はい、それで次は油大さじ3を入れて、え、はい、あの別ね、フライパンに入れて、はい、お米を入れて焦がさぬように炒める、ね、はい、これさっき、あ、いいじゃん。どこに入ってたの。プレゼント。え、ババからプレゼント。あらららららら、そうなの。何入ってたの。あ、もしかしてそこにお菓子が入ってた。じゃ晩ご飯食べてからね、そのお菓子。違うよ、キャンディーで、ね、こう棒ついてないキャンディ。あらら、棒ついてないキャンディか。そっかそっか。じゃあ、噛み噛みしないように食べる練習してみようか。ね。あとで、ね、晩ご飯食べて帰るよ。3。
そしてお米というのがじゃん、こちら。お米はこちらはもちもち米です。もち米でございます。すごい、なんかお米炒めるなんてパエリア作ってるみたいな。どれぐらいがその炒めちょうどいい炒めぐらい、焦げがつくとか。焦げなんかつけたらさ、ちょっと透明感が出るぐらいかな、はい、米に、うん、じゃあほんとなんかリゾット作ったり、うん、する時みたいな感じですね、うん、この間がよくわからんな、まあ、適当次あと蒸すか。ああなるほど、うん、完璧にこれで火を入れるわけではない。うん、そうですね、はい、スープを入れて、はい、火を弱めて汁気がなくなるまで煮ます。はい、結構カズくん手間かかるよこれ。そうやな、だってもち米一晩さつけて、急に言うて今から作ってくれは無理なやつやな。スープを入れます。具は入れない、具は入れない、汁気がなくなるまで煮ます。これでじゃあしばし、はい、お母さんこのお鍋好きなんですね言ってて、おでんかけやったそうそう、はい、あーこれ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 、私これはさすがに出さないよこれはこれ俺何歳いつからあんの。もうそんなん結婚した頃からよ。え、でもお母さんこれ綺麗になってる。そう磨いた俺が生まれる前からあるんだ。もっと真っ赤でしたよだってでも捨てられへんで。あ、いいと思います、うん、え、もともとはもともとは綺麗よ。いや、そりゃそうやろうけどもともとこの色ですか。白、もともと白が、その白いとこ。わあ、これな、うん、30年あ、もうそんなんだって。なんでな、俺が生まれる前やで。え、あ、じゃあ40軽く43年以上前、すごい43年、4年すごい便利ないよこれ。これ当時発売してたものの中でも日本にこれしかないんちゃうかな。恥ずかしいって捨てられへんよ逆に何を捨ててはんのって。そう、みんなこんだけ言ってたら見たいってなるよ。映ってないやろね今。映ってない、うん、でもそれでめっちゃ美味しいご飯を作ってくれるんだから。そうよ、確かに世話になってるわ。この間も驚いたんやけどさ、うん、マグカップチビが使ってるやつ。そうこれそ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 れこれもう俺が子供の時から使ってるやつパパ見してたって、ちびランドちゃん。パパがちっちゃい時から使ってたんだってよ。見えない。うん、見してあげて。あんまりやったら粘り気が出すぎるから、ね、あんまり向き混ぜない方がいい。汁気がなくなったので、はい、ったので具を戻します、はい、で、混ぜるんでしょうか。うん、混ぜて。うわいい香り。この香りだ、この香り。あ、これ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 あ、一発で腹やってきたで、で混ざりました。アルミホイルに、うん、僕が少ないところ、銀紙ご飯たるゆえのアルミホイル、はい、はい、こっからですよ。こっからです。こっからですね、はい、はい、お母さんちょっと一回お手本、はい、お手本、はい、すごい、はい、そうそう、このサイズがな、絶妙やね。なんかね、大きすぎず、小さすぎず。うずらと卵を、はい、ここをかけて、はい、お母さんの作り方ね、うん、あ、そうだそうだ、うん、あ、そうだそうだ、パックみたいな。そうそうそう、あ、そうだそうだ、はい、銀紙かわいいよ、かわいい、はい、銀紙ご飯なかなかこの形になれへんぐらい特別な技術を要する実はめちゃくちゃ難しいみたいなね。炒めなんで包みなんじゃない
まずこの大きさに銀紙を破けない鍛錬が必要かもしれない。え、これぐらいだったら3倍ぐらい、はい、で、ここにポコッと入れて、うん、開けるか。これ実はでけんのちゃうか。ありえるね。真ん中にいかなそうだよ、裏が。そんな、あら、なんかちょっと、あ、アルミはみ出た。あららら、ちょっと難しいわ。ほんまにかいな、うん、ほんまに難しいパターン。ほんまに難しい。もうおかんが作らへんようになったらもう日本の伝統として死んでしまうぐらいの技術なんかなっていう。でも生配信でも銀紙ご飯作ってますって人いなかったよね。いなかった。中華ちまき。何銀紙ご飯って。どうかな。こっち4年、うん、こっちお母さん。完璧にマスターしたな。特別な技術を要しないことは分かったからできそうや。もう何十年って食べてきたけど、うん、包むの初めてやわ。そうやろ。うん、ほどくばっかりで、うん、何個もほどいてきたけど。これさ、でもさ、冷凍しといてさ、お弁当にさ、うん、弁当に入ってたことはなかったな、うん、お弁当でもいけそうじゃないですか。冷めても美味しいですよ。ああ、そうそうそう。お弁当に入れるっていう意識はなかったの。冷凍しとけば。でも冷凍する分ないぐらいみんな食べちゃうんですね。そう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 。そっかそっか。それこそ高校生の頃の弁当をこうやって米詰めてたもんな、お前。乗っかって銀紙ぴったりです。すごい、さすが。すごいな。ぴったりやった。銀紙の数ぴったりやった。やっぱ包み何十年。いや、すごいな。はい、沸きました。はい、30分蒸すって書いてあるけど、30分も蒸さなくても大丈夫。確かに、割と火入ってるかもしれない。そうそうそう。こんな縦にしたみたいな感じでいいんですかね。お母さんはもうペタってる。平面で重ねて。あ、ええやん。でもそれ、そうしたら、うん、うずら3つ入り作っといたからいい。え、そうな。めっちゃ重いのあった。だからか。重たい。私のご飯入れる量がと思ったけど、じゃあこんな感じで。はいはい、めちゃめちゃ重なってるけど。で、完成。はい、で、蒸します。はい、よし。じゃあ完成を待ちましょう。はい。さあ、ということで銀紙ご飯完成。完成。はい、うん、じゃあまず食べてみてください。じゃあこちらいただきます。綺麗、はい、に包んである。これはパパが包んだやつかな、ママかな。パパだろうな。うわ、美味しそう。オープン見て。うまそう。うわ、もっちりしてる。いただきます。大丈夫だった。私が作っても。いいね。おいしい。じゃあ今後も私が食べたくなった時は、え、パパが食べたとこも取ったらいいよ。パパが食レポしないと。じゃあ私もいただきます。おいしいでしょ。久しぶり。あら、大当たりのやつじゃん。大当たり、うずら3つ入り。自分作ったやつ、自分で当たった。本当、自分で仕込んで、自分で。いただきます。やっぱパパが食リポしないと。まず普通に俺はこう懐かしさえぐいな。うん、鶏の風味と醤油の感じ、うん、もちもち感。ん？違うのも食べる？うん。エビの食感ね。当たりがいいの。当たりがいいのね。うん。卵が入った当たりね。この卵が入ってたら当たりだから。うん。ほんまに夜炭水化物やめてんのに、この銀紙ご飯出てきたらもう終わり。うん。せーの。バイバイ。
して。